グローマンズ・チャイニーズ・シアター、TCL ・チャイニーズ・シアター、英名、通称、チャイニーズ・シアターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス、ハリウッド、ハリウッド大通り6925番地に位置する、中国風人建築の世界的に著名な劇場である。工業士、シド・グローマンによる協力で、世界で最も大きい劇場となるようして年に、 建てられた。チャイニーズシアター一体は南カリフォルニアでも最も人々が訪れる観光名所であり、ハリウッド映画の歴史に満ち、アカデミー賞授与式が行われているほか、映画の初演が行われる中心地にもなっている。特にチャイニーズシアターの前提に横たわるハリウッドで数形される俳優や女優のサインや足型などが刻まれたブロックタイルは有名である。 1973年から2001年までは、マンシアターズ社による買収により、マンズチャイニーズシアターという新たな名称で知られていたが、2000年にマン社の経営権を引き継いだパラマウントがと、ワーナーブラザースの共同所有となり、2002年に再び、グローマンズチャイニーズシアターへと名称を戻した。その後2013年1月、中国の大手家電メーカー、 TCL 集団が命名権を得し TCL チャイニーズシアターの名称とすることを発表した。契約は2023年までの10年間。チャイニーズシアターは工業士であったシドグローマンによって建設された。彼はメアリー・ピックホード、ダグラス・フェアバンクス、ハワード・シェンクラと共に3分の1乗り券を所有していた。シアターは ダウンタウンドサンゼルスのブロードウェイに立つミリオンダラーシアターと同じくハリウッド大通りにあるグローマンズエジプシャンシターの近隣に設立されたチャイニーズシアターの建築主任はメイヤーホラー社のレーモンド・エム・ケネディと1927年から1962年まで足型フットプリントの催し物を行い後にミスターフットプリントとして知られることとなる ジーン・クロスナーの二人であった。劇場の外観は中華風のジーンに似せたもので、前面を横切る巨大な中国の竜、メインエントランスを守る二つの石製の獅子、そして同性屋根の側面を上り下りする小さな竜のシルエットが特徴的である。チャイニーズシアターは劇場の前提にあるセメントタイルに刻印されているおよそ200人のハリウッドスターたちの手形。 足型、そしてサインが集まる場所としても有名である。伝承によれば、こうした刻印を集める伝統が始まったのは、シド・グローマンがハリウッド大通りに立ちシアターの建設を監督していた1927年のある日のことだと言う。彼がシアターに建設されている中華風の仏塔の頂上で作業する作業員の一団を見ていた際、グローマンはもっとよく、 見えるようにと後ろへ一歩下がった。すると彼は他の作業員がシアターの外で歩道を補装するために敷いたまだ乾ききっていないセメントの部分を誤って踏んでしまった。そこで下を見下ろすと彼は固まっていないセメントの中に自分の足型を残していることに気づいた。このことがきっかけでグローマンはシアター入り口の外側のセメントの地面に 映画スターの足形を刻むというアイディアをひらめいたので、ある。この名誉ある伝統の種類も様々で、ハロルドロイドのメガネ、グルージョ・マルクスとジョージ・バーンズのタバコ、ベティ・グレーブルの足、ジョン・ウェインの拳、アル・ジョルソンの両膝、ソニア・ヘニーのアイススケート靴底の葉、ジミー・デュランテとボブ・ホープの花など、多種多様の刻印がある。西部劇の映画スター、ウィリアム・ S ハートとロイ・ロジャーズは、 十の刻印を残した。トム・ミックスの馬、トニー、ジーン・オートリーの馬、チャンピオン、そして、ロジャーズの馬、トリガーの足跡は、映画で、それぞれの背中にまたがり出演した映画スターの刻印の隣に残されている。子役のシャーリー・テンプルは、裸足の足型を残している。また、映画産業界とは、関係がないにもかかわらず、このシアター前方の地面に署名と手形を残した。 唯一の人物は、グローマンの母親だった。チャイニーズシアターは、豪華なファンファーレと共に1927年5月18日に、会場、春光の大規模な宣伝が行われた後、セシル・ビー・デミルによる、キング・オブ・キングスが初演された。しかし、当時このチャイニーズシアターは、他の、どの劇場よりも建設に、コストがかかった。そのため、 シドグローマンは1929年に劇場の権限をウィリアム・フォックスの運営するフォックス・ウエスト・コースとシアターズへ売却したが、1950年に制御するまでシアターの運営取締役として関わった。1968年、シアターが歴史・文化的名所として公表され、修復計画が提案されて建物が修復されるようになった。 その後1973年にチェーン展開していたマンシアターズの所有者で女優ロンダ・フレミングの夫でもあったテッドマンがシアターを買収その名称をマンズ・チャイニーズ・シアターと改めたしかしマンシアターズの倒産もあり2002年には元のグローマンズ・チャイニーズ・シアターという名称が再び劇場の前面に掲げられることとなった 建物から独立したチケット売り場が撤去されたことにより広場が広々したものになり通りから遮るものなく全容を見渡せるようになった。チャイニーズシアターではこれまで数多くの映画の初演が行われてきたがその際には大勢の著名人が鑑賞のため来場している。また1944年から1946年の間アカデミー少女よしきの会場となり 現在同式典が行われているコダックシアターとは隣接している。1974年、コメディ映画、ブレイジングサドルの中でクリーボン・リトルとハーベイ・コーマン、演じるキャラクターが、チャイニーズシアターの前で銃撃戦を行うシーンがある。また、1995年の映画、スチュアート・セーブズ・ヒズ・ファミリーでは、映画の登場人物であるスチュアートが、 過去に経験したロサンゼルスへのひどい家族旅行を思い起こす回想シーンでシアターが登場する。その時彼の子供たちはボブ・ホープ、マリリン・モンロー、ソフィア・ローレンが映画スターの刻印について触れている。その他、ロバート・ゼメキス監督の映画フォレスト・ガンプでは登場人物のジェニーがヒッピーだった頃のシーンでチャイニーズシアターを見ることができる。アニメ映画 キャッツ・ドント・ダンスでも、キャラクターのダニーがハリウッドに到着する際に、シアターが登場する。テレビドラマ、アイ・ラブ・ルーシーの、とあるエピソードでは、ルーシーとエッセルがシアターを訪れた際、ジョン・ウェインの手形が刻印されている、セメントブロックが緩いことを発見し、お土産として、家に持って帰ろうと試みる。その次のエピソードでは、彼らがジョン・ウェインと会い、元の場所に戻そうとする。 また、ジャジャウマオクマン長者、ビバリーヒルズビリーズのルエピソードでも、シアターの外に、手形や足形を置くというシーンがある。また、シンプソンズのエピソード、ビヨンド・ブランダードームで、登場人物が、チャイニーズシアターの前を通るシーンがある。この際、シアターは著しく破壊されている。他には、フューチュラマのエピソード、ザッツ・ロブスターテイメントでも、31世紀の未来に、 ローズがダフィズマンズ・グローマンズ・チーニーズ・シアターとして登場するシーンがある。ケリー・ローランドの曲、ストールでは、マリリン・モンローのコーラスに沿って、シアターのことが触れられている。その他、ミッシェル・ペンのアルバム、ミスター・ハリウッド・ジュニア、1947に収められている曲、ウォルター・リード、ウィル・スミスの1997年のアルバム、ビッグ、 ウィリースタイルで歌うキースビーリアルの歌にもシアターは登場する。同じく1997年、オルタナティブバンドのネイキッドがマンズチャイニーズという曲をリリースした。この曲では映画バットマンリターンズの初演などシアターでのいくつかの出来事を強調することに加え、浅く無益なハリウッド文化への批判も見え隠れする。この曲はラジオでもまずまずのヒットを記録、テレビ番組、 バフィー、恋する十字架のエピソードにも登場した。また、歌手のヤコブ・ベルワージーも、自身のヒット曲、チャイナタウンの中で、マンズ・チャイニーズ・シアター・パーティーについて歌っている。ゲームソフト、トニー・ホークス・アメリカン・ウェイストランドの中の、ハリウッド・ステージにも、シアターが登場する。作家ティム・パワーズの小説、スリー・デイズ・トゥ・ネバーの中で、1928年に、 作られたチャーリー・チャップリンの足形がアルベルト・アインシュタインと彼の娘が作り上げたタイムシンの一部を形作っている場面がある。この小説の中ではチャップリンに対して大きな共産主義的非難が向けられた1950年代に彼の足形がシアターの前方にある地面から取り外され以降所在不明ということになっている。ディズニーワールドにある中心的なアトラクション ディズニー MGM スタジオにはシアターを再現した建物がある。建物はオーディオアニマトロニクス技術で再現された古典的な映画の中を観客が通り抜けるアトラクション、グレートムービーライドを収容している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。